はい、ヤフー YouTube どうもなぎです。さて今日なんですけども、また、ヘアスタイルを見ていこうかなと思います。で、今日はこのバビ君ですね。最近、まあね、何回かずっとやってますけど、韓国の方のメンバー、なんか他にもなんか他のグループにも入ってるみたいなんですけど、バビ君っていうアイコンっていうグループかな、アイコンっていうグループのメンバーの、彼の髪型を見ていこうかなと思います。はい。で、まあね、彼のヘアスタイルも特徴は特にないけど、うん、もう刈り上げのセンターパートでいいんじゃない。刈り上げ、センターパーと、前髪、前髪ピン止めしてもいいんじゃない。オールバックにできないければここでピタッと止めてさ、横だけ出してピタッと。やってんじゃん、なんか最近なんかみんな若い子、うん。で、ハイライトプラスパーマで、まあハイライトパーマ、まあワックスなりちょっとツヤのあるね、ワックスなりジェルとかで仕上げればいいんじゃないかな。それぐらいしかないと思う。刈り上げセンターパーク、もうこれ後ろも刈り上げてってると思う、この子って。なんかいろいろと見たけど、うん。で、耳下、耳3分の1ラインぐらいかな、このラインぐらいか、目の下とかさ、ちょっと前下がりでもいいけど、耳3分の1ラインぐらいパーって切って、で段つけて、でハイライト入れて、でパーマして、で終わりでいいんじゃないかな。そんな難しくないよ、うん。この目の位置っていうかさ、このこめかみの、こめかみじゃないや、この頬骨の位置とか目の位置、ほんと多いよね。うん。まあいいんだけどさ、うん。まあおでこをこう出すのは、ドライヤーとかでピーってやって出すのもいいけども、出せないかはもうほんとこうポンパドールじゃないけど、あのさ、普通にここ止めてさ、ピンでピタッと止めてさ、で横だけピッて出せばいいじゃん。なんかやってるじゃん、最近。若い子。うん。それと同じでいいと思う。そんなに難しくないです。うん。黒髪よりもちょっと明るい方がいいんだけど、まあ、全部明るくするっていうかは、僕はこういうちょっとハイライト入れた方が僕は好きですけどね。うん。なんか全体の見え方的には。僕もあのハイライト入ってますけど、うん、やるなら、ちょっと細かめな、多くなくてね。うん。毛先の方にちょっとハイライト入れて、パーマかけて。ハイライトだったらまだ、マシ、うん、ハイライト入れると思う。最近あのさ、じゃ、ちょっと弱いさ、パーマ材とか結構出てて、あのストレートパーマとかも、あの普通のパーマとかもそういうのできるところもあったりして、俺もね、今ね、ちょっと導入しようか迷ってるところ、あの一応ちょっとこう、試験的に試してみて、ちょっと、あのよかったらお客さんに入れようかなとは思ってます。うん、なんかそういう柔らかい釣りとかでやるんだったらいいかもしれないし、まあ普通のパーマでもできるけどね、コールドパーマでも全然。うん、ちょっとあの今流行りのものは結構大変だったりとかもするから、できないことはないけどね、全然。ちょっと導入は僕は迷ってます今。うん、はい。この時、まあ、この時なんかはね別に伸びた感じじゃない？うん。ツーブロ。マッシュじゃない？うん。まあ、ダウンはちょっと多めに入れてもいいんじゃないかな。段多めに入れて、
全体パーマ。これ別にあれだよ、なんかツイストとか、なんか波パーマみたいな感じでもなんでもない、普通のパーマだよ、これ。うん。普通のパーマして、もうくしゃくしゃっと、もうワックスとかつけるだけ。うん、ハイライトとかね、ちょっと入ってるからね、ハイライト入れてもいいし、まあ基本そのさ、ほら、普通の刈り上げと一緒だよ。刈り上げマッシュと一緒。長さが長いだけっていう。うん、耳ちょっとかかるぐらいな感じ。3分の1までも下がるんだけど、まあちょっと3分の1ぐらいからでもいいけど、ちょっと目の下、鼻の真ん中ぐらいまで、ぐーっと下がってくれる感じのライン。で、後ろもちょっと下がってるじゃない。うん。要は耳のところから前下がりときと後ろ下がりみたいな感じになってるっていう状態。うん。で、あとパーマかけてね、やればいいだけだから、何にも難しくない。うん。これもちょっと前に、1ヶ月ぐらい前に動画出してるけど、マッシュの切り方の長さを長くすればいいだけだから、うん。大したことはない。別に全然難しいことはない。誰でも切れるから。大丈夫。まあ、パーマとかはね、薬剤とかないと難しいからあれだけど、カットして、例えばアイロンしてっていうんだったら別に、正味誰でも切れるよ。うん。まあデザインとかそういうものになってくるとちょっとね、少し細かい部分も必要だけど、別にそんなに言うほど、難しいヘアスタイルではないと思うんで、誰でもやっていいと思います。はい、で、この時。はい。この時ちょっと短いね。うん。これね、後ろはね、繋がってないですね。うん、繋がってはない。だからこれも完全に2ブロック。マッシュってこれね、ショートじゃない、ただの。うん。高いところで、こめかみ。あっち。ボンノボあたりはガッときてるでしょ。ボンノボちょっと上かもね、もしかしたら。この骨の位置、ボンノボのこの骨の位置がどこにあるかっていうのは人によって違うから、そこは人それぞれなのでバランスをとってって感じですけども、それで、もう普通に短いで耳をがっつり短くしてて、もうライン上にまっすぐ、後ろもちょっと前さ、後ろ下がり、ちょっと前も長め、前長めだよね。鼻ぐらいまであるよね。鼻真ん中ぐらいまであるよね。ちょっと長めにここからぐーっと下がるような感じ。で、作ってあげて、それをパーマ、ちょっと強めだね。くるくる縦打ちのパーマみたいな感じで。作ってあげて、それを、要は下ろしてたらダメだけど、前に持ってきてセットしてるってだけだから。別に大した難しいことでもなんでもない。うん。セットしてるところに。で、別にハイライトちょっと入れて。まあ全体にカラーしてるのかなとは思うけど、うん。別に何ら難しいことはない。で、まあこのヘアスタイルしたときにさ、もう見てわかると、別にさ、ここが高さが、後ろの部分高さがあるわけでもなく、後ろの絶壁を隠すわけでもなんでもないから、別にこのヘアスタイルはね、そういうのを意識してるわけではなくて、もうこのデザインだけを意識してるっていうの考えで作られてるわけだから、これでまたその、ここの高さ、を出したいとか、後ろのボリュームを丸くしたいとかだったら、また別な切り方になってくるし、デザインとしてはまた違ってくる。パーマの強さとかも違ってくる。これ多分結構強く巻いてるから、根元外してとか、あれで。うん。要は下に落ちちゃうんだよ、ベラベラって。うん。だからこのカットで、このままで、ね、トップ出して、後ろのボリュームを出したいっていうのは、またセットが違ってきちゃう。と思う。うん、なんかみんな理想でさ、例えばこのヘアスタイルでここの後ろも丸くしてここも出してください、まあ、できないことないんで、その似てるような感じにはできるんだけども、全くこれの想像でこれがもうなんかモコって上がるようなイメージでこう来る人って結構たまにいるんだけど、それでできないからさ、できないっていうか、
このデザインはこのデザインなんだよ。うん、中買ってるわけだし、毛量も減らしてるわけだしさ、うん、なのでその辺はね、少し若干変わるっていうのはまあ、変わっても良ければいいと思うんだけどね、かっこよければ、うん、なのでその辺はもう担当の美容師さんと相談しながらやってもらうのが一番いいんじゃないかなと思うので、その辺も含めてぜひ参考にしてみてください。バイバイ。